はい、どうも、こんばんは、ガクチャンネルのガクです。皆さんね、2021年ね、年末、まあ去年のね年末、いかがねお過ごしだったでしょうか。私もね、年末はもうどこも行かず、まあやっぱコロナの影響もあるんでね、過ごしてたんですけど、まあラジコンね、前の動画で、ちょっとお話ししましたけど、子供とね、ラジコンして遊んでたっていうね、感じです。で、実はね、年末入るちょっと前に、僕モバイルバッテリーを2台持ってたんですけど、実はねどっちも潰れちゃったんですよ。なんかいきなり1個はね、かなり前から、僕バイク乗るんでね、電熱服紹介してたと思うんですけど、その電熱服とかに、もうちょっとね、あれどのくらいかな、もう 3,4 年くらい前かもしれないけど、チーロのバッテリーね、ちょっとそのくらい前のやつで、古いやつを、電熱服入れて使ってて、でもう1台はね、PD 充電にも対応してた、まあああれも2年くらい前かな、言っても1年2年くらい前の、チーロのバッテリーね、モバイルバッテリーを、どっちもね1万ミリアンペアくらいの、容量のね、分なんですけど、それを持ってました。それがね、なぜか分かんないけどタイミング悪く、2台とも一気に潰れてしまって、でちょっと買い替えようかなと思ってね、年末ちょっとこう安くなってたりもしてたのもあったんで、ちょっと考えました。でね、まずこれを買ったんですよ。パワーコア2、2万っていいかな、アンカーのバッテリーです。モバイルバッテリーね、もう開けてちょっと使っちゃってるんですけど、これね、タイプ的にはこれそんな目新しいもんではないです。安かったから買ったっていうね、ものになります。まあここでね、残量表示とかが分かって、一応急速充電っていうか、そのねアンカーの、なんかこの充電のやつが対応してて、こっちが 12W かな、 12W 見えないだろうな、これ 12W、18W って書いてて、一応、2ポート同時充電ができます。でこっちがね、給電の方、このモバイルバッテリーを充電する方のポート、 USB の、ポートになりますね。こういうのはまあシンプルなバッテリーです。でこれをポチった後に、なんでかね、いろいろ調べてて、ね、なんか興味が湧いたっていうのもあって調べてたら、もう一個ね、オーキーっていうところの、結構有名なメーカーなんですけど、世界的にはシェア結構持ってるメーカーなんですけど、そこのねバッテリーで12月発売の分でね、いいのが見つかったんです。じゃーん、これ。今日はねどっちかというとこれを紹介したかったね。12月に発売したばっかりの分で、2万ミリアンペアで PD 対応のね、バッテリーです。でまあバッテリーってそんな特徴がねどうなのっていうのでいろいろあるんですけど、これ実はね面白いのがね、これも開けて使ってるんですけど、見えるかな、こう向きかね、ちょっと照明も近くに持ってこないと無理かな。見えないかな、ピントも合うかどうかわかんないけど、ここがね、インって書いてるんですよ。で、上がね、ライトニングポート。で、こっちが USB のタイプ、これ何かな ?B って、B ってよかったかな、やつですね。はい。で、これがね、ライトニングからも充電できるんです。ね。これが一つポイントで、アウトって書いてるのがこれで USB のこっちね、 USB の2口あって、で USB のタイプ C のね、分ここにはねインアウトって書いてるんですよ。だから要するにこのバッテリーを充電するのには USB のタイプ C かライトニングね、だから iPhone 充電するライトニングか、USB のこのタイプ B だったかな、この分で充電すると、これをね、でこいつから何かこう給電する方に回った時はこの普通の USB の2口と USB-C 3口の同時充電、同時給電がかか、できますね、同時使用が可能なんですよ。でこれパッケージ、これはピント合うかな、このぐらいの大きさだった、ここら辺にね多分書いてると思うんです。ピント合ってんのかな、ちょっと分かんないけど、3口の同時使用で
最大 22.5W まで、使うことが、可能ですね。で、あのポイントとしては、あのまあ3口同時給電ができるっていうのもポイントなんですけど、あのライトニング端子がね、ライトニングから充電できるっていうのが便利だと、思いました。やっぱりなんていうんですか、移動するときに持ち歩くコードってできるだけ少ない方がいいじゃないですか。で、やっぱり iPhone を充電するっていうか、 iPhone のケーブルっていうのは絶対僕必需品なんで持ち歩くんですけど、この USB のこの大体これね、タイプ B でよかったかな、このね、こいつってなんかあんまり使うのか使わないのかって言ったら、一応使うけどみたいなね。だからこれ DJI のやつです、あのやつなんですけど、あれですね、こういうふうな USB のタイプ C のとこからつなげて使うようなケーブルを持ち歩いてます。で、なんていうかな、まあでもライトニングから充電できるってなると、このまあとりあえずアダプターはいらないですね。 USB-C のケーブルは、いるとは思いますけど、一ついらなくなるっていうね。だからできるだけやっぱり持ち歩くものをね、ちょっと少なくしていきたい、まあケーブルとかね、そういうのでも少なくしていきたいっていう、ところもあってね、すごく気に入りました。で、あとサイズ感なんですけど、まあこれはね、もっとなんていうかな、タイプ的には古いタイプの、ちょっと古いタイプの、モバイルバッテリーにはなりますけど、やっぱり長さがね、ちょっと短い。で、厚みはね、アンカーの方が、細身なんですけど、僕は電熱服とかのこう、使うんで、ポケットとかに入れて USB 挿すようなタイプが多いんですよね。だから、長さがあるとポケからこうはみ出てしまうとか、ケーブルが届かないとかね、いうことになる場合があります。これまあいけるんですけどね、こいつでも試しましたけど、いけたんですよ、僕の電熱服はね。だけどやっぱりちょっと厚みあっても背が低くてね、こういう形の方が本当にありがたいね、ということで、僕としては、まあ、これはどっちかというと、なんていうかな、安いから買ったっていうだけのものなんで、あれなんで、比較するのもちょっとどうかと思うんですけど、こいつね、ちょっとおすすめです。こいつがね、3940円。今、メーカーサイト見てますけどね、3940円。で、2万ミリアンペア。だから、お値段的にもお手頃。ね、ということで、これかなりおすすめです。まあ、モバイルバッテリー皆さん持ってると思うんですけど、まあ、なんというか、どっかでね、買い替えのタイミングが来ると思いますしね、もしよかったら1台ね、こんなにあまり大きなね、容量の分持ってない方は、どうかなと思います。あと、重さはね、これ、まあ、メーカーのカタログ値もあるんですけど、実際、軽量今してみますけど、388g ね。ちなみにこのアンカーの分は 362g ね、ということで、まあ重さはこっちの方が重いんですけど、実際持った感じで言うとね、どうなのかな、こう手の握り具合っていうのから言っても、こうなんか大きい方がね、なんかちょっと握りやすいから、まあわずかな違いですけどね、結局はね。だからこっちの方がちょっと重たいですけど、これおすすめです。はい、ということで、まあ、新年一発目ね、こんな感じで、モバイルバッテリーの、ご紹介ということで、まあ、皆さんご興味があるかどうかわからないですけどね。まあ、ちょうど買い替えのタイミングとかなってるとかであればね、ぜひ一回ね、チェックしてみてもらったらいいかなと思います。一応、どちらの商品に関しても、下のね、ところに Amazon リンクとか、置いときますんで、製品のスペックとか細かく知りたい方はね、ぜひぜひまた見てもらったらと思います。そしたらね、今年もよろしくお願いします。またね、ぼちぼちやっていきますんで、まああまりね、期待しすぎないようにね、やってもらえたと思う、見てもらえたらなと思います。で、ドローンのネタね、最近あんまり外出がやっぱりなんかしにくいなっていうので、あんまり少ないんですけど、まあそこら辺もね、また機会あれば、どんどんやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さようなら。